皆さんガンプラで楽しんでますか？ジダンです。今回の動画はですね、以前雑談生配信の方で紹介させてもらったというかちょっとお話しさせてもらった、僕が、取材をね、受けた、件なんですけれども、その取材記事が、ウェブ上にアップされました。でどんな記事かというと、グーランキングといういろいろな商品をランキング形式で紹介されてる、サイトのね、記事で、皆さんもね見たことあるよっていう方もねいらっしゃるとは思うんですけれども、ね結構ね有名なね、大きな会社というかね有名なところでからね、お話が来てね、確かに NTT さん系とかね、そんな感じだったと思うんですけれども、内心僕もねちょっと緊張してねドキドキしながらね、取材の方を受けさせていただいたんですけれども、僕が今回関わらせてもらったのはおすすめの、ガンプラのランキング記事ということで、まあ、G 段でね、ガンプラを主に作ってますので、まあ、そういったところで、まあまあほんの少しっていうね、感じですけれども、まあ、インタビューを受けて、内容にね、関わらせてもらいました。で記事の主な内容としては、僕がおすすめするガンプラと、グーランキング編集部の方がおすすめする、ガンプラという形で、たくさんのね、ガンプラが紹介されています。でガンプラはね、まあ、それぞれ自分自身のね皆さん自身の、まあ、好みに合う、皆さんが今作りたいとね、思っているものこそがね全てだとは思っているんですけれども、まあ、次何作ろうかなというふうにねこう迷っているという方は、ぜひね、記事の内容を参考にしていただけたら嬉しいです。それで、記事についてのね、まあ、インタビューのね取材はリモートでね、僕はこの場所にねこの場所にいながら、取材を受けさせてもらったんですけれども、実はその様子をねこのカメラで、撮影していますので、まあ、せっかくなんでね、その様子もね、チラッとご覧ください。ガンプラにハマったきっかけというものを教えていただいてもいいですか？ハマったきっかけはですね、まあ、子供の頃人並みには、まあ、男の子なんでプラモデルとかで遊んでたりっていうのはあったんですけれども、仕事を始めて全くその辺やらなくなったんですね。何なんでしょうね。なんかバチンとハマっちゃったんですよね。全然ガンプラ作ってなかったんですけどね。ちょっとこう救われた感もありましたね。なんかあのまま行ってたら多分鬱とかになるとか、なんかやっぱり精神的におかしくなってたぐらいちょっと忙しい時期でもあったので、なんかそこでちょっとガス抜きができたというか、違う道がパッと開けたっていう感じがしましたね。メールの方にもありました、リアルグレードですね。そちらの方を最初は全部コンプリートしようと思ったんですよ。他のカテゴリーはもう全部買うことはできないぐらいにたくさんあるので、リアルグレードだったらまだ10個ちょいぐらいだったんですよ当時。なので、あ、全部作れるかなと思ってたんですけれども、まあ、結局全部作らないまま他の部分にもどん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 行ってしまったっていう感じではあるんですけどね。でちょうどその頃 YouTube っていうのも出てきてたような状態で、ガンプラ検索すると YouTube にはほとんどガンプラなかったので、じゃあここは自分が受け持ってじゃないですけど、変な責任感でガンプラの露出を増やそうというところで、今はもう自分の好きなことを伝えられたらいいなって。そうですね、今はもう好きなことをやると。で好きなことを、自分が好きと思ってるものを発信すると、そこに共感してくれる人たちが集まってきて、またさらにそこでお互いが刺激し合って、その好きっていう気持ちがどんどん自分の方も大きくなるし、見ていただいている視聴者の方も大きくなるっていうところで、その相乗効果っていうのが楽しくてやってますね。いいやん、出し合ってもっと上手に綺麗なのができたりしそうですよね。そうですね、なんか真似してやってみましたとか、動画で紹介されてたやつをこの前お店で見かけたんで買ってみましたとか、ずっとガンプラ作ってないんですけれども動画きっかけで、ガンプラの方にもう一回戻ってきましたとかっていう方も結構いらっしゃって、はい、そのあたりを聞くとなんか自分の目的が達成されたって感じで嬉しいですね。まあガンプラって種類はいっぱいありますけれども、同じものをずっと作り続けてもやっぱり1年前作ったものと、今年作ったものってやっぱり全然変わってくるなっていうところで、なんで重さっていうふうに僕は表現してるんですけれども、ちょっと重量感があるように、うん、重たく見せるようにっていうところで、塗装とか、まあ、塗装以外のやり方でもなんとなくその巨大なものであるとか重さがあるものであるっていうのを表現できるようには気をつけて作ってます。ちょっとこうリアルテイストのガンダムから SD っていうのはちょっとこう
まあ、キティちゃんとかコラボしてたりするので、ちょっと可愛い系に振ってるんですけれども、そこからまたリアルにちょっとだけ戻ってきてるっていう面白さがあるので、ちょうど今、雑談生配信がですね、終わったところにね、録画の、スイッチを押してね、撮ってるんですけども、生配信終わった後なんでね、なんかホークスのね、ユニフォームなんか着てますけれども、10月26日の生配信が終わって、なので、このね、クリアパーツのね、クリアのガンプラの話をしたので、こういったのもね、出てるんですけれども、実は今からね、やらなきゃいけないというものがありまして、このね、構成なんですよ。構成っていうのはね、まあ、内容をチェックしてね、修正したりする。まあ、雑談とかでもね、ちょろっとお話ししましたけども、僕のインタビュー記事ですね、いろいろあるんですけれども、インタビュー記事の文章これでいいですかっていうね、まあ、確認が、届いてますので、それをね、僕印刷して、今からね、これをね、こうチェックするんですよ。でね、印刷しなくてね、画面で、まあ、PDF とかでね、来るので、画面でね、チェックすればいいんですけども、僕はね、こう、昔からというかね、まあまあ、そういうお仕事をね、してた時もあるので、僕はね、印刷したものを、に、構成するっていうね、まあ、ちょっと癖があるので、わざわざね、まあ、古いタイプのね、人間なので、紙ベースでね、今更紙かよっていうね、ところでね、紙の資源の無駄遣いだったりするんですけれども、まあまあ、実はね、紙の方がね、ちょっと気分が変わってね、なんか気づかないところに気づけたりするんですよ。皆さんも文章を書く、お仕事とか、あと、まあ、ブログとかを書かれてる人は少ないのかな？今、まあ、SNS とかでもいろいろね、ありますけれども、文章をね、書く時っていうのは、印刷したものを、こう、文章をチェックすると、いろんな、まあ、誤字脱字とか文章がおかしいとこっていうのにね、気がつくんですよね。で、画面上で見てもね、気づかないこと多いんですよ。ちょっとおかしい文章の下りとかがあってもね、ふっとね、見逃しちゃうんですけれども、こう、紙にするとね、僕はよく気がつくんですよね。もう文章でね、まあ、長文書いてて、もうこれで OK と思ってても、もう、一応最終チェックでね、印刷したのを一回読んでみようと思って印刷して読むと、結構間違いとかね、そういったのにね、こう、気がつくんですよね。変換ミスとかもいろいろあるので、なぜかね、画面では気づかないんですけども、画面でね、散々チェックしてるのに、やっぱりね、こう、打ち出すというかね、印刷すると、最終的にまた気がつくんでね、もうこの辺は何なんだろうな。印刷するのと画面じゃ、なんか集中力の上がり方が違うの、かもしれませんけどね。この動画をね、出す頃には、この内容もね、ちゃんと、修正されたものが、掲載されて、いると思うんですけれども、まあまあ、こんな感じでね、夜な夜なね、雑談が終わった後もね、いろいろやってるんですよ、というところでね、やってる感をね、出してみました。まあ、なんでね、この、まあ、雑談終わった後なんで、今10時ですね、夜の10時なんですけども、なんでここ、夜遅くにね、また、さらにやってるのかっていうとね、メールでね、今日中に送りますって言っちゃったんですよね。僕、そういうことやっちゃうんですよね。なんかね、妙に外面がいいというかね、ええ格好したくなるので、まあまあ、じゃあ今日の夜中にやっとくんで、明日の朝確認してください、みたいな感じでね。なんかね、そう書かなくてもいいのにね、それさえ書かなければ、明日か明後日ぐらいにね、のんびりやってもよかったんだけどね、もう、今日夜中にやるって言っちゃったんで、もうね、雑談ね、生配信が終わった後にね、普段だったらね、もう寝るんですけどね、やる羽目になったということでね、まあ、自分で自分を、自分の首を絞めた、いい例ですけどね、もうただただ首が絞まっただけじゃね、面白くないので、こうやってね、動画もね、ちょっとだけですけどね、回してみました。という感じで取材を受けて、記事をアップしていただきました。ガンプラランキングだけではなくて、僕が、ガンプラを作り始めて、YouTube にね、動画をアップするようになったきっかけなんかも、お話を聞いていただいて、記事の中でね、そちらも合わせて紹介していただいてますので、ぜひね、グーランキングの記事をご覧ください。記事の URL はこの動画の下のね、説明欄に貼っていますので、皆さんはね、この動画見終わったらそちらをクリック。で、記事はね、なんと2種類ありますので、忘れずに両方を見てください。一つだけじゃなくて、二つですね。二つですよ。編集部の方もね、すごく頑張って、記事を書いていただいてますので、両方見てください。よろしくお願いします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。